그만해. 이번 주도 교구 해놨는데 나 왜 배워도 내려졌다. 내려졌다. 아이고 하지메데가 시국 가염이다. 에? 가라오케? 가라오케... 이슈니 안 넣어? 이슈니... 소리 컸어. 야, 근데 뭐... 타고 아침에 때가 시국하면 됐다. 여러분, 좀 유들해놔, 소리 봐. 괜찮아, 아이들. 뭐... 아침에 때가 시국하면 됐다. 됐어요, 네. 우리 소유는 태꼬되면 못 가라니까. 이제 하지면 되지. 하지면 되지. 야, 우리 다 급받았어. 나 급받았어. 야, 우리 소유는 아마 시키지 않아요. 야, 우리 뭐 약간. 100가 0가잖아요. 나가 소유는 때. 아, 좋다. 100가 0가 っていう 考えが 俺 ずっと 20%를 안 해요. 진짜. 人生ってもう俺白黒つけたい方なのよ。100か0かでいきたいの、はい、そういう気持ちがずっと 20% ぐらい。そうですね。だからそこら辺ちょっと硬いなって言われる。じゃあ 100% でいいですか。そうすると話変わってくるじゃん。だから100がどうのこうのってなっちゃうとさ、初めてですわ。多分が良くないですよね。初めてです絶対初めてです。じゃあそれでいいか。俺そういうのそんなこだわんないから別に回数とかさそんな細かく言ったってさ、そんな重要なあれじゃないか。ちょっと2度目に電話してくれるんですか。結婚してないじゃん。いや結婚しました。だって離婚しちゃったじゃん。まだ再婚した。もしもし、ごめん俺、天野さんと誰とカラオケ来てんねんけど。誰と結婚したの。俺、天野さんとカラオケ来たと思って2人で俺、初めてと思う。4、5回目やと思う。それ、奥さんなら分かる。いや、違うから、ハプだったら。ちょっと俺も千秋に電話するわ。80は、そんなの言って、100か0かって。もしもし、千秋もしもし。100か何。いや、ウルちゃんと一緒じゃないよ。今遠藤君と一緒なの。俺遠藤君とさカラオケ行ったらさ0か4、5回目かどっちかっていうあれでさ今熱くなっちゃってんだよ。俺は初めてだと思ってんだよな。そんなこと知らないプロとか言わないでよ。知らないプロとかさ。今日関根さんがいるの。そうやな。関根さんがマネージャーってことじゃなくて、奥様たちを集めて、なんかいろんな商品やってるから、買いに来てよって、なんで全然違う話してんじゃん。違う。サーカスなんとかっていうの、その奥様集めて、いろいろグッズ売ったりとかして、なんか謎の石売ってるって。なんでそんな話する。違うよ。それはウドさんの方だろ。違う。カラオケ来てんの。それはウドさんやんか。だからそうそう、ゲンちゃんと天野さんの方だ。俺が4、5回目っていうか、天野さんと4、5回目のカラオケなのか今日初めてなのかっていう話を。4、5回目。あ、そうなの。あ、分かった。はい
4、5回目ね。はい。4、5回目だっけ。4、5回目。4、5回目。はい。うん。じゃあちょっとすいません、お願いします。どうする歌。ああ、どうしようかな。いや、俺もね、最近の歌も覚えなきゃなって思ってんのよ。確かにそうなんですけど、どうがいいかね、最近の。なんかある、なんかちょっと僕、あー、どうぞ、頼むわ。すいません、ちょっと、あ、すいません、ちょっと喉が渇いたもので、喉を乾かすのを潤す、あ、ちょっとど忘れしちゃったな。喉を乾かす時に、潤す、なんか、なんつうんでしたっけ、あれ、それ。なんか、水分。喉を。どう？いや、怒んないでくださいよ。喉を乾かす時に、喉が乾いた時に何かの、あれ、何でしたっけ、飲むものって、なんて言うんでしたっけ。あ、飲むものでいいな。飲むもの何？飲むもの。飲むものっていう。ちょっとすいませんね。すいません。飲むものか。アルコールのちょっと強めで。アルコールの、すいません。アルコールの強めのやつで。アルコールのないやつ。アルコールのないやつお願いします。はい、ああ、よかった、言えた。アルコールの強めのやつで、アルコールのないやつお願いします。それ。あ、じゃあアイスティーでいいみたいです。あ、すいません、アイスティーを、はい、8個、はい、お願いします。すいません、すっごい怒ってたのかしいんだけど、あ、すっごい怒ってたのか、なんでか分かんない、よし、どうする、なんだ、いいですか、先ほどカラオケ来たから、いや、俺だってずっと、だって4時間前からいいの、うん、ずっと「あ」から歌って、うん、さっき「さ」まで来た、「あ」の曲をずっと歌ってさ、結構ありますもんね、うん、それで結構喉来ちゃってるから、俺から行っていいですか、いいよ、いいよ、何しようかな、うん、これ何だったな、サザンとか好きですか。サザン最高、マジやっぱ俺たち世代は、いやどっかもうサザンで始まり、サザンで終わるというかさ、本当に世話になったな。いや、俺も基本やっぱドライブとかね。ああ、そうだよね。どうしても湘南の方とか。うわ。まあもう絶対かけてしまう。すごい合うじゃん。キラキラキラって海がさ、夕日で光ってる時のさ。じゃあちょっとこれサザンで行かせてもらいます。はい、お願いします。お願いします。マイクありますか。あ、マイク。これ。あ、うん。
山に座標を覚えきる本人が歌ってるからもずっと。ほんまね。だからなんか江ノ島とかのね、あの海岸沿いとかも必ずこれ聞きますもんね。そうだよな。いやもうちょっと真剣に聞いてたら喉かいちゃったよ。全然。いやー。うわ。一個で。だから一曲目乗ってくるとやっぱなんかカラオケってこう行きますよね。そうだよね。うん、いやー面白かった。よし。うん。やっぱりさ、サザンってちょっと。うん、あ、いいよ、全然自由にして、うん、うわっ1個にガムシを箱入れちゃった何でしょうね、あ、これ1個や全部入れちゃいました全部入れちゃったなんで入れちゃったんだろうな、まあ、全然、あの大丈夫か、うん、これうん、俺あれだ、ちょっと甘いの苦手だから、うん、あ、もうこれあ、すまないすまないいただきますよしいやーそれいただきます、あ、もう来たよしよし最近、すんげー流行ってんなんじゃんえ、なんやろ、あの、ウドのウドウドさんですか、ウドの、え、知らない、ウドさんって待って、ちょっとウドのうっせぇわ、あぁありますねあるあ、あれウド、あれウドじゃなかったかな、あ、アドアドのうっせぇわ、 AD4 あれ、ちょっと覚えたいのよ、ちょっと歌ってください、うん、ちょっとね、いや、この間ね、はい、それやったら結構さ、はい、あの一回歌ってみたら意外にキーがあってさ、はい、うん、あ、あったあったあった、じゃあこれ、はい、ちょっと俺歌うわ、あ、これマイクね、あ、マイク今ね、うん、こういうこと、やっぱ、じゃあ行きます、うん、いや、これがさ意外にさ、このアドちゃんのあのキーと似てるって、え、マジですか、うん、それで結構こういう言葉とかあんま使わないんだけど、それがなんか逆に新鮮でいいなって言われてるんですよ、I'm sorry.
やっぱいいですね。いいでしょ。なんかちょっと時代をまたなんか感じるね。なんかね、僕らが50ですけど、なんかおー、なんかまあ、ちょっとまあ子供たちの世代の歌なんでしょうけど、これちょっと俺も練習していいですか。あ、これやっとくといいかもね。意外にちょっとなんか俺、次またなんかどっかでこう披露できそう。ちょっと練習の場所になる。まあ、いいよ、まあ、ちょっと待って、あそこがつかみだから、まあ、これちょっと歌えたら頑張れ。はい、これ歌えた気持ちいい。あうせうせうせ待って、うせうせうせ、
蘇っちゃった。テレビで見てましたか。そういえばエンちゃんもさ、ダウンタウンさんと曲やってたよね。それからちょっと遅れて、2001年の紅白に。うわ僕も出場歌手として。うわーって出た。だから、はい、あのバラエティーの番組の勢いやったから、それでね。で、コマーシャルから、あとドラマ、映画とやって、明日が歌っていうので。うわー、そうだ、はい、あれ、横一列でなって。うわー、吉本オールスターズみたいな感じのね。そう、うわー、僕らも入らせていただいてて。うん。いや、あれもやっぱりダウンタウンさんのおかげで。うん。みんな、まあ、あれ、あれですよ。でも、僕らダウンタウンさんに入らせていただいて。ちょっとこういうの頼むとさ、怒っちゃう人も、たまに聞いてくれると思うんだけど。明日があるさ、無理ですよ。無理、決まってんねん。先輩とか後輩とか関係なしで、そういうのもちょっとやっぱ、正直、明日があるさって俺、今のこのご時世に、本当になんか国民全員が、本当に、明日があるんだぞ、明日があるさって気持ちを、これ今こそ歌うべきやと思ってる。いや、もちろんもちろん、そういう歌だもんね、だって、もともとは。じゃあ、申し訳ない。無理でしょ。天野さんに誘ってもらったら、進行目的に嫌じゃないんで。やめろ！ダメだ！どうしてもダメだ。どうしても。じゃあいいよ。いやこれね、俺みんなに聞いてるんだよ。何を自分の歌歌おうなんて。いやまあまあちょっと恥ずかしいんですけどね、なんか自分たちがちょっと歌ってた歌をここで歌うんかいみたいな、確かにあるんですけど、でもあれ出だしが可愛いもんね、あのボックスのあの子ね。気分いいし、まあ、もちろん当然なんだけど、今日俺払うから。いやいや、でも、ちょっともうそろそろ行かないといけない。いや、でも、いやいや、それは、今日はじゃあ頼むわ。僕がやります。でも、おかしいな、それでさ、だって僕らはついたら関係性が、だって年51だから。僕は49です。49だよね。したい。払えはい、僕払いますんで、次、やりやすい。じゃあ俺行くわ。あ、わかりました。じゃあ俺だな。あと歌ってくれます。一番いい曲だ。はい、わかりました。今日初めて行けるやつ。はい、行きます。お願いした。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。